お越しいただきましてありがとうございます。ありがとうございます、スターダム後楽園大会があさってにいよいよ迫ってきておりまして、はい、我々7回り、はい、木村京子アルファフィーメルの持つゴッテス・オブ・スターダムのベルトに挑戦することが決まっているんですけれども、はい、今現時点ではどうも分が悪い、はい、まあ実際1回挑戦して負けてて、はい、我々2度目の挑戦になるわけで、はい、で今回しかもですね、負けたら木村モンスター軍に入れと言われておりまして、はい、7回ちょっと絶体絶命と言いますが、後がない戦いになってしまったので、はい、今回は絶対勝つために、はい、7回をなくさないために、はい、ある特訓をしております、はい、こうちゃん、はい、そうなんですよ。私はこれまでエルボーを主体とした攻撃を試合の中でよくやってきていたんですけども、その中でも特に思い入れの強いスライディング D、 これをですね、本家の元祖の先生にもう一度見ていただきたくてお呼びいたしました。お願いします、田中選手。そうですね、まあちょっと白くなってきたんで、はい、そろそろやって始めない。全然白くない。わあ、真っ黒で、はい、素晴らしいですけれども、はい。というわけで、はい、田中先生、今回私、はい、七重さんと組んで、モンスター軍っていうすごく体の大きい金魚ですね。はい、はい、ご存知で、はい、戦うんですけども、絶対に、スライディング D、はい、威力で。なぎ倒せるぐらい強くなりたいんで、はい、どうか練習見てください。お願いします。お願いします、はい、頑張りましょう。はい、まずじゃあ、はい、ね、僕がやってみる。やる、はい、まあそんな、まあ、ああいうのをつけながらはいやる、はいはいはい、けるあ、やっぱ私がはい、私がいるから、ね、私が、はい、私が受けますよ。はい、やばい、ちょっとやばいと思うんですけど、はい、こうでいいですか。スペード出してもいい。ダメ。行きますよ。お願いします。こっちからちょっと。はい。一番スピードに乗ったところでいかに打てるかなんで、はい、はい、だから、まあ、セットっていうか自分が打ちやすい位置に相手を寝かして、はい、そこでトップスピードに乗っていかに打てるかなんで、はい、はい、まあ、スピードもそうだし、まあ、フォームもやっぱ腰を入れて打たないと効かないので、はい、はい、ありがとうございます。見ていただいてもいいですか。この状態から先ほど一緒に攻めたように左を踏み込んでここで、そう相手に最初はあれだったでしょ、こうずっとまっすぐ足してたんじゃない、はい、だからこうそのまま行くので、はい、スピードが最終的にちょっとこの辺で鈍っちゃうんで、はい、そのまままっすぐと、でもこうこっちで左足で踏み込んで右足を流すことによってこのまま相手に体重を思い切りかけて、はい、でしかもこう腰を入れるんでエルボーが打ちやすい、はい、だから相手にダメージを与えやすい、はい、それをこうスピードを乗りながらその一連の動作をやるのがちょっと難しいんだけど、はい、相手にも思いっきり体重をかけながら、はい、腰を入れながらエルボーを回す。肘が前に出ないように、あまりに出なすぎたら、はい、エルボーも半減するので、はい、体ごと、はい、ではよっしゃ来い、はい、七重さんお願いします。はい、ほうちゃん来い、はい、私の気持ちを、それでいい、よし
じゃあまずじゃあ、はい、お願いします。はい、はい、来い。はい、では行ってみたいと思います。お願いします。はい、いいね。でも最初見たときは全然、はい、最初のところよりだいぶ打ちやすい。はい、自分もすごい今までは縦にこのまま行ってたので相手も乗らないし、スライディングしにくいからね。はい、ここになることによって体重が全体重をかけれるので、大きい相手にも効きますかね。効くよ、はい、でもこんなんいらないから、もう一発来い、もう一発。はい、よし、よし、中開け止めてください。はい、行くぞ。はい、あ、行くぞ。選手やばいっす、やばいっす、田中選手やばいっす。はい、すみません、皆さんお願いします。はい、来い。はい、お願いします。怖い。あ、ごめんなさい。大丈夫、このままどう思うのって出せますか。え、どう思ってるの。いつもは足、あ、もうそれでもう片足でもいいし、もうこのまま、はい、このままなんかこう切ったら、はい、このままこうカバー行きやすいし、あ、はい、だからエルボーちょっともうジャストヒットすれば、はい、多分相手がちょっとなんていうのクラクラしてると思うんで、その間にガッチリ固めてしまえば、はい、まあ3日間ぐらいは多分意識があまり戻らないと思うんで、はい、さあスピードとそのフォームとこう腰をちゃんと入れて、はい、的確に相手の顎ら辺をにいかに投げヒットできるか。はい、ただスタミナもやっぱないと試合のちょっと体力がなくなってきた中で、はい、トップスピードにならなきゃいけないので、はい、やっぱ体力も必要やし、はい、いかにトップスピードに乗せていけるかの問題です。はい、人がトップスピードに乗るってことと、一番トップスピードに乗ったところでしっかり入れるっていうのと、はい、腰を入れながら、はい、腰を入れることによって相手に体重が多分乗るんで、はい、このまま真っ直ぐ行くとやっぱ腰は入れれない、はい、だからこのまま足を逃がすことによって腰を決めて、はい、今教えていただいてやっただけでも以前と全然違う気がする。多分威力も多分自分もやりやすいし、やりやすいです。そういえばさっきさ、はい、ちょっとこの前に教わったコンビネーション、コンビネーション、田中選手から教わったコンビネーションがあるので、はい、それもちょっと見ていただきましょうよ。皆さん、いいですか。受けますよ、受け取りますよ、全てを。皆さん、お願いします。勝つから。はい、お願いします。はい、では、いきます。お願いします。よいしょ、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 よいくぞ、よいしょ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 、これで絶対にモサグから、うん、スリー取りましょう。スリーを取ろうよ。はい、うん、この北条海の痛みを私は忘れずに、はい、木村京子とアルファフィメラを、はい、倒したいと思います。はい、田中選手、はい、我々勝てますかね。勝てます。勝てますか。はい、チャンピオンベルト取ってください。はい、はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。というわけで、あさってに迫りましたスターダム後楽園ホール大会、私たちはセミファイナルでの試合となりますので、絶対に、これは、見てください。見てほしいです、たくさんの人に。田中さん、はい、どうですか。はい、全然今までと威力が変わりまして、正直私でも今すごくダメージが
あるほどのものになったので、はい、まあ、うまくここに持っていけるかわからないし、はいはい、もうどうなるかわからない、あいつらも何してくるかわからない、はい、だけれども、はい、中井は絶対に勝つ、応援よろしくお願いします。お願いします。ファッション、はい、今田中雅人選手にスライディング D の、練習を見ていただいたんですけども、きっとその以前の VTR と今回の VTR 比べて見ていただけると本当に、一目瞭然だと思うんですけども、私自身も本当に威力、スピード、打ちやすさ全部が今日の見ていただけたことによって変わりました。本当に大きな選手、先ほど男子の選手にも打たせていただいたんですけども、男子の大きな選手が倒れるぐらいの威力が出せるようになったねって田中選手にも認めていただいたので、すごく今日の練習は自信がつきました。なのでこの自信を持ったまま、あさっての、後楽園ホール大会に行って、やっぱスライディング D は最後の最後で出す技なので、スタミナもすごく大事だし、今日みたいにすぐにあのスピードが出せるかっていうのは分からないけども、私はその心で勝ちたいという心で、打ちに行きます。絶対にスライディング D で3カウント取れるように精一杯頑張りますので、見ていてください。よろしくお願いします。